先進国で睡眠に関しては日本はワーストワンだということを知っているでしょうか。これね、実は睡眠から言うと超最悪なんです。こんにちは、矢野圭三です。コンスマイチャンネルへようこそ。今日はですね、最高の睡眠、スタンフォード式は本当に効くのかという話をしたいと思います。この睡眠の研究というのはですね、実はまだ1950、60年ぐらいからされ始めて、まだ60年70年ぐらいの歴史しかないというふうに言われてて、しかもその権威がスタンフォードにあると言われてるんですね。そのスタンフォードが出した最高の睡眠の本の内容に関して本当に効くのだろうかということを私は思ったんです。そして私は一通り本を読みました。そしてまずですね、分かったのは、結論から言うとですね、本当に効くなという内容でまとまってました。ですからこの方法を活用することでですね、最高の睡眠を獲得することができるんじゃないかなというふうに思います。ただですね、実はプラスアルファで大切な要素があると私は思ってます。というのもですね、私は一級建築士としてこれまでたくさん家作りをしてきている中で、このスタンフォード式プラスアルファ私が伝えれる部分を掛け算にするとよりいいなというふうに思っているからなんですね。で、特にここ最近はですね、コロナ禍ということで、最近はよくこの基礎免疫力が注目を受けていると思うんですけども、この基礎免疫力っていうのは良質な睡眠から取れるっていうことがもう大体多くの人がもう知っている事実になっているのかなというふうに思います。それに対して実はですね、先進国で睡眠に関しては日本はワーストワンだということを知っているでしょうか。例えばですね、これ平均睡眠時間なんですけども、日本が 6.5 時間なのに対してアメリカが 7.5 時間、そしてフランスは 8.7 時間も寝てるわけなんですよね。ですから6時間台しか寝ていない日本人多いようなんですけど、アメリカでもですね、7時間半寝てるということから考えると、非常に短眠なんだというふうに捉えたらいいと思うんですよね。ですからこの、どれだけ良質な睡眠をとるかっていうことも含めるんですけども、まず睡眠不足だということも、知っておかなきゃいけない。そういったことも含めて、じゃあどうすれば 良質な安眠ができるようになるかということをですね、今日は先ほども言いましたけども、スタンフォード式×一級建築士っていうところから、全てでですね、今回は6つの内容でお伝えしたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。そしてよかったらこのタイミングでチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。では早速内容に入っていきます。まずですね、その1っていうのは黄金の90分というのを知ってくださいという話ですね。これはスタンフォード式でもメインで語られている話ですけども、一言で言うとどういうことかというと、眠りについた最初の90分は絶対に起きないような環境設定、そして起こさないように他の人がする工夫というのがポイントになってきます。この90分間でどこまで深い眠りに入れたかで、その日の睡眠の質が変わると言われているからなんですね。ですから、この初めの90分は何があっても起きないようにする、そして起こさないようにするということを家族みんなで共有しておくことがポイントになると思います。そして2つ目はですね、眠りにつく合図は体を覚ます行為だということを知っておいていただけたらと思います。これもスタンフォード式で言ってる内容なんですけども、基本的にですね、寝る前90分前ぐらいにですね、お風呂に入るっていうのがポイントだというふうに言ってます。そしてできれば15分以上お風呂に浸かる。そうすると発汗作用で汗が出てくるようになります。ですからシャワーで済ますとかではなくてですね、できれば夜は最低15分湯船に浸かるということをしてみてください。そうすることで良質な睡眠が手に入ると考えたら、それは十分効率のいい投資だと思うんですよね。ですから最低夜15分は湯船に浸かって、そして寝る前90分というのを目安にするということです。そうするとですね、お風呂上がってから徐々にですね、高まった体温を、実は手と足の方が熱くなってきて、そこからですね、熱を放出し始めるんですね。で、寝る時っていうのは先ほども言いましたけども、体がスーッと、体温が下がっていく瞬間に、睡魔っていうのが襲ってくるっていう流れがあるので、
手足が熱くなってきたら、そのタイミングで寝ようというふうにして捉えればいいと思います。例えば赤ちゃんとかね、育てた経験がある方だったらわかると思うんですけども、手足がガーッと熱くなってきたら赤ちゃんが寝る、合図だというふうにして皆さん理解してると思うんですけども、全く同じで、大人にとってもお風呂上がりとかで、時間経ったらだんだん手と足が熱くなってポカポカするなと思った頃に、ぜひですね、布団で寝るというふうにしてみてください。でこの時にですね、大切なのは靴下を履かないというのがポイントになります。靴下を履くと足から放熱ができないので、体に熱が残った状態で睡眠に入るので、初めの最高の黄金の90分という経験の質が落ちちゃったりするんですよね。ですからよく冷え性で靴下履いて寝るという人がいますけども、それはできる限りやめてみた方がいいと思います。そしてその3ですけども、その3はですね、朝起きるときどれだけ快適に起きれるかという話なんですけども、目覚ましを使うタイプと使わないタイプの人がいると思いますが、目覚ましを使うときに有効な方法としてスタンフォード式で言ってるのは、はじめに小さな音で短く、ちょっと字を間違ってますね、短い時間アラームを鳴らすというふうにします。そしてもしそれで起きなければ、その次20分後に大きなアラームをかけて起きるというのがポイントのようなんですね。これ細かく話し出すと話が長くなるんですけども、基本的に人っていうのは、ノンレム睡眠とレム睡眠っていうのを繰り返しながら徐々に朝になるに従って、その、ノンレム睡眠とレム睡眠の周期が20分ぐらいになってくるようなんですね。で、そしてこのノンレム睡眠とレム睡眠のどっちで目を覚ませばいいかというと、レム睡眠の時に起きるがいいという話なんですけど、それが20分のどっちで来るかで、目が覚めやすいということなんです。でその時に、小さな音で短めでも起きたら、それはもう起きるタイミングだったからパチッと目が覚めます。ただその時にまだ深い眠りに入っている時には、初めの音では起きないわけなんですね。でそれに対して、その20分後に、大きな音で鳴らすと、今度は確実に目を覚ませば、それで、どちらかがすっきりと目が覚ませれるタイミングだということなので、これもテクニックなのでぜひねやってみてください。ということで、あとはですね、目覚ましを使わない人、使う人もそうなんですけども、目覚めが悪いなと思うというか、これ習慣にしてもらった方がいいんですけども、基本的に朝日をね、2、3分ぼーっと浴びるということをするのをお勧めしたいと思います。そうするだけで体内の、体内時計がリセットかかるんですね。ですから、例えば家でこもってずっと仕事をしているような人でも、朝は朝日を浴びて、体のタイマースイッチをカチンと入れてから、普段の生活をするというふうにしてみてください。ではですね、ここからはスタンフォード式ではなくって、私一級建築士が伝える、テクニック、睡眠テクニックとしてお伝えしようと思います。ここからですね、その4ですが、まずですね、枕スマホは NG という話です。よくですね、最近は寝るときにスマホを見てそのまま枕元に置いて寝たりとか、若い子は枕の下に、スマホを入れて誰にも見られないようにして寝るっていう人がいるんですけど、これね、実は睡眠から言うと超最悪なんです。なぜかというと、スマホっていうのは強烈な電磁波、具体的に言うと高周波っていうものが出てるんですけども、この高周波が、体のそばにあると、特に頭の付近とかにあると、もうそれで体調を崩したり体をだるくさせるっていうことが分かってるんですね。ですからこの枕元スマホは絶対 NG ですし、スマホを万が一充電して寝る時でも最低1メーター以上離れた場所に置くことが最低条件かなというふうに思います。それ以外にもこの電磁波をシャットアウトするようなツールがいろいろありますが、またおすすめのものっていうのは私が電磁波の話をしている動画がありますので、それをですね、また備考欄に貼っておきますから、それを見てぜひね対策していただけたらというふうに思います。そしてその次のその後はですね、鉄筋コンクリートの柱のそばで寝るのは NG という話なんですけども、例えば、マンションとかでですね、部屋の隅っこに、30センチ角とか50センチ角のような大きな角っこがあるような家があると思います。だいたい高層のマンションとかになってくるとそういう柱が出てくると思うんですが、あの柱のそばっていうのもですね、実は、
地球にですね、こう北から南の方向に出ている地磁気っていうのがあるんですが、その地磁気がですね、その鉄筋コンクリートの柱のそばで狂っててですね、でその場にいると、やはり眠りが浅くなるという実験結果がたくさん出ているんです。ですから、この柱のそばで寝ないようにするという工夫もポイントだと思います。この辺は、スタンフォード式では全く語られてないんですが、内的、環境じゃなくて外的環境の一つとしてはむちゃくちゃ大切だというふうに思います。ここもポイントにしてください。そして最後ですね、その6ですが、部屋の、湿度調整がとても重要だという話なんですね。この話も他のところで何度かしてますが、これはね、睡眠において本当に外せないと思ってます。特にですね、夏場は湿度が 60% 以上、70、80ぐらいになったりすることもあります。その時にはまずしっかり除湿をして 60% 以下にする。そして冬はですね、過乾燥して 20、30% しかないような時があります。でその時には加湿をして 40% 以上にするという状態をまず作ります。この状態を使った上で補助的に冷房や暖房をつける。そして夏場であれば、冷房プラスサーキュレーターとか扇風機で軽く空気を混ぜるだけでですね、かなり快適に、睡眠を獲得することができます。ですから、この睡眠を獲得する方法っていうのはですね、本当にこれらのたくさんの項目があるんですけども、ぜひですね、この1から6を試していただいて、実感してもらえたらなというふうに思います。そして、周りで寝不足の方がたくさんいたらですね、よかったらこの動画をシェアしていただけるととても嬉しいですし、合わせて、いい話だったなと思う方はですね、このと、チャンネルの登録とグッドボタンの方もですね、ぜひお願いしたいというふうに思います。また個別に相談がある方は、概要欄にある LINE から友達になっていただいたらですね、いろいろ質問にも答えますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、今日の幸運スマイルチャンネル、これで終わろうと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。